こんにちは。秋篠宮様と紀子様が喪中婚約された時のこと覚えてますか？1989年1月に昭和天皇が崩御されました。しかし喪中にもかかわらず、1989年9月12日に婚約内定記者会見が行われました。その時の記者会見の紀子様の言葉にびっくりしました。記者から皇族の一員になることの気持ちと皇后様からのお言葉はを聞かれた時の紀子様のコメントが、一番目のことにつきましてでございますが、私は綾宮様と約4年間にわたりお親しくさせておりました。でその間、綾宮様のお人柄やお考えから多くのことを学ばせていただきました。また天皇両陛下天皇皇后両陛下では親しくさせておりましたって、なんか上から目線ですね。皆さんはどう思いますか？ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタンお願いします。